菜王国昭和村、道の駅で見かけたハロウィン用の大きなかぼちゃはとても迫力があった。この場所は農業がとっても盛んな場所だ。田園地帯を抜ける防橋ライン、長くまっすぐ続くこの道はアクセルを踏んで思いっきり走りたくなる道だ。どんどん変わっていく都会の景色に心が疲れた時、この場所に来るとなんとなく落ち着くような気がする。窓の外の景色こそがまさに昭和村の魅力なのではないだろうか。